落差69メートルを誇る滝はまさに圧巻。神奈川の名瀑を味わいに行きましょう。みゆちゃん、はい、マイナスイオンといえば何でしょう？お、滝ですか？あたりというわけで、今日は斜水の滝を見に行きたいと思います。お、じゃあマイナスイオン浴びに行きましょう。目的地の斜水の滝は東名大井松田インターチェンジからおよそ15分です。ゆうちゃん、はい、斜水の滝着きました。おー、すごい、ちゃんと看板がありますね。そうだよ、名水百選、神奈川県景勝50選。おー、どんな滝か楽しみですね。自然に囲まれた遊歩道、実は2022年4月に開通したばかりの新しい道なんです。奥へ歩いていくと、ゆうちゃん、すごい長い、ね、高いね。69メーターもあるんだって。そんなにあるんですね、すごい。でも斜水の滝の斜水って何なんですかね？斜水とは密教の言葉で、清らかな水で体や場所を清める行為のことを言うそうです。鎌倉時代の瞑想の文学商人が滝にね、100日間も打たれる荒木をこなした場所なんだよ。すごい。じゃあお清めにはバッチリってことですか？バッチリ、もう清まった。滝のすぐ近くには湧水の汲み場もあって、名水を味わえるんですね。こちらは地上40メートルから滝を間近に見られる観瀑台。226段もあるんだよ。長いですね。長いよ。頑張りましょう。分かった、じゃあ行くか。だるまに見守られつつ、けいちゃん、ゆうちゃん、頑張れ。よいしょ、よいしょ。あー、ゆうちゃん、着いた。すごい、近くに見えるね。うわー、滝つぼみ。おー、ほんとだ、すごい。こんな感じだったかいがあった。あー、滝の近くのカフェさざらいしには湧水を使った名水コーヒーなんてものも。訪れた観光客の憩いの場になっています。はあ、すっきりとしてて美味しい。おー、うん、まろやかだね、うん、すごい。斜水の滝下からも見れたし、うん、上から目線の高さでも見れたし、すごかったですね。本当だね、浴びて飲んですっかり清まりました。はい。心に染み入る名瀑布。この番組はもっと安全にもっとスムーズに NEXCO 中日本の提供でお送りしました。高速道路上の工事規制箇所へ衝突する事故が多発しています。運転支援機能の過信、スマートフォンなどのながら運転は大変危険です。しっかり前を見て安全運転を心がけましょう。次回は緑茶カフェチャーボー。